じゃあこのホールから3ホールは森ちゃん、はい、ラウンドレッスンでお願いいたします。お願いします。ではパー4の311ヤードになります。最近右行きやすいので、ね、こっち右行くのは結構危険なんですが、こっちの親山の方を狙っていったって大丈夫です。はい、短くても傾斜で落ちてくるんで右にね。はい、ルーティン忘れないんだね。はい、これって、あ、そっかそっか、そうですよね。ピンが見えてなくてもですよね。そうです、そうです、そうです。確かに。はい、うん、ナイス、ナイスショー、素晴らしい、ナイス、よかった。いや、ど真ん中ちょっと出せ、さっきも出せちゃったけど、よかったです、方向。ドライバーってちょっとスタート幅が狭いかな。あ、そうですか。アイアンショットするときみたいなやつは、なんかスタートが狭いと、はい、アッパーっていって、こう入射角の下から入れられない、入れにくいっていう感じ。これはウッドになります。5番です。5番は、はい、何でしたっけ、17みたいな何でしたっけ、クリック、クリック、失礼しました。中国の会社です。そうです。中国の電気メーカーです。うん、ナイス。向いた方向まっすぐですね。でした。よかった。なんか確かここじゃなかったですか？すっごい右向いちゃってた。多分ここ以外も全然右に向きやすいですよね。ちょっと今日だから右に行くって言ったじゃないですか、はい、右に行くって言いながら、そのグリーンが右側じゃないですか、うんうん、しかも右側に林ありますよね。そうでした。でグリーンまっすぐ見ていって右にもし出た場合どこ行っちゃうかって言ったら、あっちの木の中じゃないですか。でどうせ200ヤードなんか乗らないのは絶対あるじゃないですか。なんでもっともっと左向いてもよかったかなっていうか、奇跡的に向いた方向まっすぐ行ってくれたんでいいんですけど。なるほど。はい、またみゆちゃんの場合だと右に行きやすいこと多いと思うんですけど、それが左に行ったとしても、なんだろうな、それ練習場で直さないようにすること、はい、右に行くのをまっすぐ行こうとかしないで、右に行くんだったら右に行くで、はい、今日のラウンドはそれだけ左に行こうとかっていうふうにしてあげないと、この場合だと今日朝右に行ってたからもっと左向いてあげてもいいかなっていう感じで、分かりました。何ぶり、マンブリ、マンブリピッチングの方がいいね。はい、フルショットしちゃうと多分、はい、だから立てられないので、確かに、はい。これってこう素振りの時からこうやって、素振りの時はいつも通り素振りしてもらって、最初ボールの手前で、はい、ボールの手前でこうやってそこでこう素振りしてあげて、はい、素振りしたらその流れでこうやって後ろって構えて、の方がスマートみたいな。こっちでここを確認して素振りして。たまにもう一回ここ確認するって言ったりとかするんですけど、ちょっと決まったらなんないで、そこで一回素振りします。はい、そうそう、したらそのまま方向確認しに行きます。いい、そうそうそう、で確認してさっきのルーティンで入ってってあげる。はい、なんか当たりすぎ、うん、ナイス、あのよく当たりすぎて奥行くって、うん、そう、よかった。ナイス、きっと今の方向でよかったんでしょうね。うん、大体拳1個分ぐらいかな、このぐらいの距離だった。はい、で左のつま先11時方向、はい、でボール2個ぐらい下げた。そう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 、そうなんだ。そうするとテイクバック上げづらくなるんですよ。はい、もう簡単に左足こう下げてる状態なので、左向いてる状態で上げていこうとすると体が左向いてるのでテイクバック上がりづらいじゃないですか。なので途中ほら、うん、ね、上げすぎってフォローの方がフォローって打ち合うとか出しちゃうっていうのは、そう、その構えしてあげると自然となりやすい。そうです。確かに。で、これ覚えておきます。前回言ってます。
ギクギクとか言ってさあ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 、オッケー、いけ、ナイスナイス、これはうまい、これはうまい、これはうまい、ナイスです、ナイス、素晴らしい。のアプローチとかバリうまいっすね、上からのねえ、しかもエッジからピンまであんな距離近いのに、みんな多分慣れてる人でもかなり奥とかグリップに回りかかっちゃう、ほんとこうギリギリで乗せて転がってあれだからね、かなりうまい感じ、あ、よかったです、やっぱ方向性ちゃんと見てさあそうレクチャーしてもらえるから、次とかもパワー4だから、やっぱ3打で乗るといいよね、したらほら2パットボギーじゃん、3打でいけそう、でもそれは、うん、頑張ります、やってみます、じゃ下げパー4で248ヤードになります、うん、どこ狙っていきます、右右にボール飛んでいくんじゃなかったっけ、はい、右にボール飛ぶので、あの黄色いのを狙います、黄色いのだと多分曲がり幅的にかなりこっち行きやすいんで、黄色いのだと、はい、あっちの傾斜の方行っちゃうと思うんで、はいはい、なんならあのバンカーのちょっと右ぐらいの方がいい、なんか見えます、あ、そうそう、あそこ、あ、そうそう、あそこの端と黄色旗の間ぐらいでいいです、あ、そう、こっちで大丈夫、はい、はい、こっちですね、うん、じゃあ足の幅気をつけてください、ちょっと下めに、okay、 そう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 、いけー、ナイス、いいじゃないですか、いいじゃん、今までだったら足も足に行っちゃってない、いや今のだったら行っちゃってます、ね、そうだね、あのだったら残っちゃうよね、傾斜に残っちゃう、傾斜になりましたね、うんうんうん、うん、150よりも左だと、カート狙いとかいかがですか、カート狙いはやばいですね、それまともに当たっちゃうとあっちのカートの奥行っちゃうんで、うん、大丈夫大丈夫、右行くとか気にせず大丈夫です、あれは向きすぎだな、行ってもあそこの150もちょっと左ぐらい、ああ、あの白杭の先がピンなんだ、そうですそうです、あ、右側は広かったもん ね、右広いんで、まあ、ほんと一番奥の方に見えたのに山あるじゃないですか、あの山頂ぐらい、てんてんぐらい、え、そんなに見なくても多分わかんない、なんて言ったらいいんだろう、あれですか、行っちゃうくない、もっと目線上にするべきでした、あのみゆさん、あのトークとリアクションじゃなくてゴルフで行きますんで、そうなんですけど、これはもう天然な天然だです、かしこまりました、あれですね、 OK です、しました、そうですそうです、うん、待ってた、やると思った、これ練習は あかんでしたっけ、いいよ、まあ、練習っていうか、まあ、一発ぐらいは森ちゃん、今のはなんかあれですか、ミスした原因とかあるんですか、右に残っちゃったんですよね、 あれね、さっきの動画ちょっとリピートしてもらいたいけど、右全然上がってないですよね、そうでしたね、まあ残りづらいけどね、傾斜、あ、そうですね、右に残り安いけど、そう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 、振り切ったよ、へえ、そう、おお、いい、採用、なるほどなるほど、これいいわ、思い切ってまたね、左にちゃんと重心を、さあさあ、振り切ってあげるのが大事ですね、はい、うん、うん、OK、いいっすよ、ナイスナイス、よかった、あれさ、おっちゃんさ、前さ、あのその右足残っちゃってさ、右足ちゃんとかかと上げるとか、かかと上げる、そう、くっつける、そうそう、くっつける、そうですそうそう、を意識するって感じ、あ、知らないよ、それその時いないから、いないのか、そうそうそう、そっか、そう、動画越しに見えちゃうとかって言ってたんだ、あー、そうだそうだ、そうですね、ちゃんと残せれば体が
で、その時にウッディ行きまーすって時に足向き前出ちゃってるじゃないですか。膝が、右足が、はい、こうやって、はいはいはい、前に出ると上体がこうやって右に倒れやすくなる、右に体重乗りやすくなるからね。お、はい、なんで右のももを左のももの方にくっつけたり、そう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 、なんか構えた時のこう足と足の間に風船があると思ってもらって、それを右足で割ってくるって。そう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 、そっち側に倒れるのはありなんだと思う。あの右側に体重残んないじゃん。上半身の硬さは一回置いといて、まず足の動きだけ。そう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 。へえ。やってって、そうそうそう、もうどんどんくっつけて。はい。そう、ピタッと。そう、いい。はい。そうそう。そういう面でちょっと打っていきましょうか。はい。右に残っちゃって構えます。あと振ってもらって、振ってフィニッシュ、止まる。そう、この時に頭残しすぎない。あ、いいですか、はい、構えます。上げて打っていきます。ぐっと下げすぎ、これ。あ、そう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 、ちょっと後ろいいですね。このまま、はい、行きますって打ってて、こうなっちゃってるんですよ、はい、下げすぎ、肩。もう打ち終わったら、そっちから見てもらった。ポーンって打ったら、肩は地面と平行でいいですから。はい。頭残そうと意識してるのがちょっと分かるんですけど、そうなんです。ずっと右に残っちゃうんで、もう打ったら、まっすぐ。床まっすぐ。そう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 。そう、このぐらい。アドラッシュ、振り幅が小さいんで、特に頭も上がりやすいとかってよく言うじゃないですか。そうですね、そうですね。残さないとって言って、こう伸ばしすぎちゃって、はいはい、逆に倒れちゃってる感じ。それはいけないことなんですね。そう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 。打ったら、もう肩はほぼ地面と平行で大丈夫。へー、知らなかった、知らなかった。多分こっちの方がちょっと柔らかさ出るんですよね。うん、そう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 、いいです。今みたいに2段階な感じで、もう一回いきましょう。そう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 、もうちょっとクラブ長く持っていいですよ。はい。なんか右に行くのが怖いから、なんか顔残してたかもしれない。それ逆に右行っちゃうんですよね。こうやるから。フェース自体右向いちゃうから。そうなんだ。そう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 。難しい。はい。じゃあ今のやっていきましょう。はい。そう。OK。ナイス。ナイス。そう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 、それぐらい状態を上げちゃって大丈夫。うまっ、ナイス。ナイスです。オッケーオッケーオッケー。ナイス。うん、ナイスですね。うん、うまく打ったんだけど、どう？ああ、ギリアウトっぽい音がした。ね、もう一回打ってきましょうか。はい。今のは何ですか？立ってるスタンスは良かったんですか？立ってるスタンスは良かったんですけど、思ったより右に出ちゃったってこと？曲がっていったのと、打ち下ろしの分ずっと落ちてくるまでにこう曲がり続けちゃった。うん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 、うん。前に、そう。っていう感じ。もっと左向いてもよかったかなっていう感じですね。打ち方は私も悪くないかな、今の段階で、うん、あとはちょっとティーの刺す方をね、今からレクチャーしていきます。うん。何今ファンサ、ファンサしたの？そう、皆さんちょっとあごめんなさいね、右が嫌じゃないですか。嫌です。で、あ、こっちの左側の方に刺すと、はい、すごいこう右が広く見えて、あの木が気になっちゃうんで、基本的に右が嫌な場合は右側の方を刺してあげる。右ティーグラウンド、ティーグラウンド、はい、向きこっちの端の方に刺してもらっていいかな。そうそうそう、あれ形跡がありますね。そう、そうするともう右側からこう対角で狙って感じになるんで、すごい右が見にくくなるんですよ、うん、見えにくくなるっていうのかな。で、
右向きにくくなるっていう感じ。はい、じゃ手差すところもちょっと考えてあげるって感じですね。はい、そう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 、オッケー、ナイス、うまっ、すごい、飛びすぎ、そうですね、すごいじゃん、すごい、ナイス、うん、すごい先生。次もここでコース撮影しようかなと思うんで覚えてってくださいね。そう、逆にスライディングが嫌な時は左側に刺してあげる。なるほど。そうそうそう、左側からこうやって見るから左が見えにくくなるって感じ。まあ一概にティーグラウンドってこんなここまったりだからいいんですけど、はい、結構あのレディースティーとかだと特になんか別で作りましたみたいな、ティーグラウンド自体傾斜しちゃってる場合があるんで、まあ、たまに例えばこういう傾斜つま先下がりになってますとか、はい、で右が嫌だから右差し回すってやると余計つま先下がりになって右行きやすかったりとかするんで、まあ、ちょっと一概にっては言えないんですけど、ベースとしてはこう平らな場合はそうやって手差すところも考えてあげた方がいい。へえ、わかりました。小さな構えスタンス幅とか、そうそうそう、その形とさっきの肩のライン、はい、気をつけて、うんうん、そこまでじゃなくてさっき一番最初ぐらいでいいです。そう、そんなもんね。そう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 。ちょっと大きかったですね。普通に振り幅が大きかっただけ。はい。それぐらい。しっかりなんか溝落ちぐらいまで上がってましたからね。そう。そう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 。そうそうそう、それでいいですよね。そう、うん、そうです、そうそうです。ヘッドが膝よりも上に上がんないぐらいの、膝が、はい、そうそうそう、そっから肩肩肩気をつけて、こうなってます、はい。そう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 、いいじゃん。そんなに上がってましたか。しっかり上がってました。そう、ナイス。そう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 、そういうイメージ、そういう感じで打ったわけ。はい、オッケー。はい、3ホールお疲れ様でした。お疲れ様です。森ちゃんどうですか、3ホール見てもらって。そうですね、まあ、前回前に見た時よりかはそんなになんかなんかパタ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 チョコ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 やってるイメージはなかったかなっていう感じ。お待たせいたしました。まあ本人がそのまあ精神的に私がいるから大丈夫だとかっていうのもきっとあると思うんで、落ち着いてるっていうところでは、そうだからこっから3ホール自力でちょっと今やってることをちょっと思い出してもらって。わかりました。じゃあ次の動画は自力で復習しながらやっていくっていう感じで。そうですね、わかりました、はい、また次の動画もお願いします。お願いします。